熊野の山岳で修行中の山伏山岳仏教とは、日本において平安時代に仏教の一派である密教において行われるようになった山岳での修行を重視する仏教である。山岳仏教は政治と結びつきの強くなった奈良仏教の世俗化などに反発する形で始まったが、やがて日本古来の山岳信仰とも融合し、急速に発達していくこととなった。なお、山岳仏教を仏教とは異なる独自の宗教とするとき、修験道とも言う。日本に仏教が伝来したのは、欽明天皇の時代の538年であるとされるが、平安時代に唐で修行を積み、本場の山岳宗教に触れ帰国した最澄や空海によって、天台宗、真言宗が起こされ、比叡山、高野山などが開山される。比叡山は最澄によって788年に、高野山は空海により816年にそれぞれ開かれた。それまでの都市に寺院を構える仏教諸宗派が政治との結びつきを強めていたことへの批判的意味合いも含み、鎮護国家を標榜しながらも密教的色彩を強め、政治とは一定の距離を置いた。国土の大半が山林であり、古来より山岳信仰が行われていた日本には、こうした考えが受け入れやすい地盤があったと言える。世俗的な次元からも、貴族などが修行僧の持つ厳力に、現世利益、病魔退散を期待したことなども、山岳仏教の発達を後押しすることになり、皇室など朝廷の庇護を受けて急速に一般化の道を歩む。806年には山岳仏教が都市仏教と並び正式に国家仏教の一つとなる。現世利益的色彩の強い陰陽道の色彩を濃厚に含んだ密教手法や法然の徳、浄土宗なども発達。さらに山岳修行に重点を置く。修験道へとつながり、神仏習合思想が発生する。また、一方で、平安時代には、教団は巨大化、純一化が進んだ。ありがとうございます。